鹿児島市役所は、日本の地方公共団体である、鹿児島市の執行機関としての事務を行う施設である。1924年頃の初代鹿児島市役所、本庁舎本庁舎、編集本庁の施設として、本館、別館、東別館、港大通別館がある。会長時間は平日は午前8時30分から午後5時15分まで、別館、編集鹿児島市役所東別館。 別館東別館編集港通り別館編集鹿児島市役所港通り別館鹿児島市役所谷山支所は鹿児島市谷山中央4丁目に庁舎を置く鹿児島市役所の支所管轄区域は谷山地域の全域にあたる鹿児島市役所意識支所は鹿児島市意識5丁目に庁舎を置く鹿児島市の支所である管轄区域は意識地域の全域にあたる 鹿児島市役所吉野支所は、鹿児島市吉野町に庁舎を置く、鹿児島市役所の支所である。管轄区域は、吉野地域の全域にあたる。鹿児島市役所東桜島支所は、鹿児島市東桜島町に庁舎を置く、鹿児島市役所の支所である。管轄区域は、桜島地域の内東桜島地区の全域となっている。鹿児島市役所吉田支所は、 鹿児島市本城町に庁舎を置く鹿児島市役所の支所である。現在の吉田支所の庁舎は2004年に吉田町が鹿児島市に編入される以前は吉田町役場として使用されていたものである。吉田支所の管轄区域は吉田地域の全域にとなっている。鹿児島市役所桜島支所は鹿児島市桜島富士の町に庁舎を置く鹿児島市役所の支所である。 現在の桜島支所の庁舎は2004年に桜島町が鹿児島市に編入される以前は桜島町役場として使用されていたものである。桜島支所の管轄区域は桜島地域の内桜島地区の全域となっている。鹿児島市役所木入市所は鹿児島市木入れ町に庁舎を置く鹿児島市役所の支所である。木入市所の庁舎は2004年に キ入レ町が、鹿児島市に編入される以前には、キ入レ町役場として使用されていたが、2009年より建て替え工事が行われ、2011年10月24日に、供用を開始した。また、建て替え後は、キ入レ公民館及びキ入レ文献隊の庁舎も、併設される予定である。キ入レ市所の管轄区域は、キ入レ地域の全域となっている。鹿児島市役所松本市所は、 鹿児島市上谷口町に庁舎を置く鹿児島市役所の支所である。松本市所の庁舎は2004年に松本町が鹿児島市に編入される以前は松本町役場として使用されていたものである。松本市所の管轄区域は松本地域の全域となっている。鹿児島市役所郡山支所は鹿児島市郡山町に庁舎を置く鹿児島市役所の支所である。 郡山市所の庁舎は2004年に郡山町が鹿児島市に編入される以前は郡山町役場として使用されていたものである。郡山市所の管轄区域は郡山地域の全域となっている。ありがとうございます。